アメリカとオーストラリアが主となって行う合同軍事訓練タリスマンセイバー21については、みんなももう知っているよね。そんなタリスマンセイバー21に、なぜか韓国軍が参加しているという権利が発生しているんだよな。おかしな話だよね。もちろん、日本の自衛隊もしっかり参加して、連携を深めているんだけどさ。西側諸国とは言い難い韓国は何のためにやってきたんだろうな。さて、そんな面白い出来事もあったタリスマンセイバー21について、今回は詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。タリスマンセイバー21が行われたのは、2021年6月25日から8月7日までという、約1ヶ月半の長丁場だったよ。オーストラリアのクイーンズ州にあるショールウォーターベイ演習場などにおいて、アメリカとオーストラリアを主体としてイギリス、カナダ、ニュージーランド、韓国、そして日本の自衛隊も参加して行われたんだ。この演習は、アメリカ軍とオーストラリア軍が連携を図り、上陸作戦をはじめとする水陸両用作戦などの複雑な任務を実施できるように連動を高めること、が目的とされているよ。でも、実際のところはいつだって敵国に上陸することができることを誇示する面が大きいぜ。力を示して抑止力にするってわけだね。そして、訓練にあたって周辺の友好国、提携国、同盟国をそれぞれ招き、どの国ともアメリカは手を組んで行動が可能であることをも合わせて誇示したわけだね。では一体、誰にそれを誇示する必要があったのか。それはもう皆さんもお察しの通り中国であることは、間違いないよね。尖閣諸島、南沙諸島などで領土野心を隠そうとしない中国に対し、アメリカはいつだって上陸して追い出すぞ、一緒に戦う国だってこれだけあるぞと自意したいわけなんだ。オーストラリアも、中国との経済摩擦の影響を受け、発電燃料である石炭の輸出入でトラブルを抱えており、アメリカの中国にちょっとかましてやろうぜという誘いには、いつだって乗っちゃう状況だったから、今回の合同訓練は、まさに見てろよ中国という思いだったんじゃないかな。その証拠に、今回の訓練では海上艦艇によるゲリ作戦も展開され、アメリカ海軍、オーストラリア海軍、海上自衛隊のほか、カナダ海軍、韓国海軍の以下の艦艇が参加して行われるなど、大規模なものになっているぜ。この訓練では、オーストラリア東方海上において、戦術運動、射撃訓練、対戦訓練、通信訓練、電子戦訓練などで連携強化を図っていたけど、個人的には韓国が中国に告げ口したりしないかと不安になるんだよね。あの国ほど信用がない国はないからね。そして、参加した海上艦艇はアメリカ海軍からは強襲揚陸艦アメリカ、ドッグ型輸送揚陸艦ニューオリンズ、ドッグ型揚陸艦ジャーマンタウン、アーレイバーク旧駆逐艦ラファエル・ペラルタ、補給艦アラン・シェパード・ラパハノックなどと、明らかに海上機動兵力を誇示しているラインナップとなっていたよ。また、オーストラリア海軍からは強襲揚陸艦キャンベラ、ドッグ型揚陸艦チョールズ、駆逐艦ブリスベン、フリゲート・パラマッタ・バララットが参加し、アメリカの脇をしっかりと固める体制を構築していたんだ。2011年、当時のオバマアメリカ大統領とギラード・オーストラリア首相との間で実施すること約束され、以降10年にわたって連戦を重ねている精鋭部隊となったんだよね。そして、2018年3月に新設された陸上自衛隊水陸機動団もこの訓練に参加したんだけど、ダーウィンローテーションに負けない連戦ぶりを発揮し、各国関係者の注目を集めているよ。この部隊は、南西諸島などの離島防衛奪還を目的とする水陸両用作戦の専門部隊であり、明らかな目的を持って作られた専門部隊の一つなんだ。2021時点で、長崎県佐世保市愛の浦駐屯地に2個連隊、偵察中隊、施設中隊、通信中隊、後方支援大隊、水陸機動教育隊が配備され、他に3つの分屯地に分散している兵員も含めると2400人規模となっており、将来は3個連隊3000人以上に拡大する構想もあると言われているよ。ここまでの機動兵力をなぜアメリカ、オーストラリア、そして日本が揃えているのかな？それは本土防衛はもちろんだけど、上述した通り敵国の侵入時に速やかに拠点に向かい制圧する抑止力としての一面があることも忘れてはならないんだ。そして、海上自衛隊から参加した艦艇にも注目があったよ。今回の参加艦艇は護衛艦マキナミだけだったんだけど、前回の参加艦艇はヘリコプター搭載護衛艦伊勢と輸送艦国崎という、ゴールデンメンバーが集結していたんだよね。この両艦は、アメリカ海兵隊と共同対処能力向上の訓練を実施して貴重な経験を積んだんだけど、
今回の訓練に参加した水陸機動団第2水陸機動連隊は、オーストラリア海軍の強襲揚陸艦キャンベルとドッグ型揚陸艦チョールズに分乗して上陸作戦を行ったんだ。自衛隊は、自国の艦艇のみならず、様々な国の艦艇に分乗して作戦を遂行する能力があることをまざまざと見せつけたってわけだね。そして前年度には、他国との艦艇と連携しての上陸作戦が可能であることを誇示しており、2年越しに見てろよ中国という、日本のプライドを誇示することに成功したわけなんだ。余談だが、タリスマンセイバー21は、各国海軍艦艇の辺境へ外的な要素を持っていることから、軍事アナリストやマニアの間でも注目の訓練となっているぜ。特に面白いのは現在のオーストラリア海軍艦艇で、これら辺境へ海に参加したことでオーストラリアがどんどん各国海軍の艦艇を購入したこともあり、まるでオーストラリア一国で多国籍軍的な状況になっているんだよな。でも、駆逐艦ブリスベンはスペイン海軍駆逐艦アルバロレナ3を原型とするホバート級、スリゲート艦パラマッタマララットは、ドイツ海軍の MEKO200 型スリゲート艦を元に設計されたアンザック級となっているぜ。そもそもオーストラリアは、自国でオリジナル軍艦を設計した経験もなく、単独で艦艇を建造した経験もない珍しい海軍だから、これからも一人多国籍軍状態が続くと思うから、マニアの方は必見だな。今回、アメリカ海軍の参加艦艇の中には強襲揚陸艦アメリカとドッグ型揚陸艦ニューオリンズ2隻がペアで運用されていたんだ。ちなみにアメリカ級では1番艦アメリカ、2番艦トリポリではウェルドッグが廃止されており、今回の訓練のように海兵隊上陸作戦を展開する際にはドッグ型揚陸艦とペアで行動することが多くなっているよ。なぜこうなったかといえば、当時にアメリカ海軍がアメリカ級フライトゼロの設計計画の際、今後大規模な水陸両用作戦が起こる可能性が低いと判断したため、航空運用能力強化に注力したことで、ウェルドック機能が廃止されたという経緯があるんだ。でも、2010年代になると、中国海軍が南シナ海の領有権を主張して、サンゴ礁に無理やり陸上基地を造成するなどの活動が活発化してきたことから、新たに当初揚陸作戦遂行能力が必要となっているよ。そのため、現在建造中のアメリカ級3番艦はアメリカ級フライト1とされ、LCAC 2隻程度を搭載できるウェルドッグが装備されることになっているってわけだね。こうして、様々な国の様々な事情が見え隠れするタリスマンセイバー21だけど、海上自衛隊の最新鋭艦である出雲型ヒューガ型護衛艦、あるいはウェルドッグを備えている大隅型輸送艦は派遣されなかったんだ。いや、あえて派遣しなかったという方が正解かもしれないね。それってなんでなの？今回の演習で、陸上自衛隊の水陸両用機動団は、オーストラリアとの連携により上陸演習を実施したが、これら他国強襲揚陸艦から上陸作戦行動を展開する可能性を十分に見せつけることができたからだな。もし、有事の際に大隅型が稼働できないような事態が発生したとしても、他国の強襲揚陸艦などを使用することができることが分かり、中国もうかうかしていられなくなったんだぜ。基本的に自衛隊のみでの作戦か日米合同の作戦の二つがあるわけだけど、そこに他の同盟国との合同作戦が加われば、中国も様々な対処が必要となるよね。中国の作戦計画では、自衛隊と米軍基地、日本国内にある主要なこれらの基地を先制攻撃で叩くのが基本構想なんだ。つまり、アメリカと日本の戦力をそげばいい、そんなシンプルな作戦計画でよかったんだけど、ここに第三国との連携が加わると、中国も様々な手立てを考えなくてはならないってわけ。日本とアメリカ潰しに躍起になっている間、第三国と連携した日本やアメリカが中国本土を吸収する、そんなシナリオなど、今までの中国だと想定していなかっただろうからな。その中国だけど、タリスマンセイバー21の期間中、情報収集艦などを派遣して情報収集と警戒に当たらせていたんだ。これらの演習が、中国包囲網を形成することを理解している現れだと考えていいだろうね。これらの連携が、中国による強引な海洋進出や台湾侵攻、さらには尖閣諸島の実効支配など、中国の軍事行動に対する抑止力となることが期待されているってことだね。それにしても、気になるのは韓国軍だよね。うんうん、先ほども述べたんだけど、明らかに中国軍のスパイとしか見なせないんだよね。もちろん。その点は他の3カ国もしっかり警戒していることだろうな。アメリカにおんぶの抱っこの国防、それでいて中国に媚び、北朝鮮には良き隣人を自負する、このどっちつかずの国は、一体自国をどのように守るべきなのか、
ポリシーがあるのか甚だ疑問だね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。また次の動画で会おうね。